おなんだこれなんだこれはとき、ときとくんかロジさんおなんだこれはまじか。はい、ということで、えー、いよいよね。えー、そんな感じで、刀鍛冶の里編最終第6巻が、11月の22日に発売ということで、 いよいよね、柱稽古編が近づいてまいりましたね。はい。えー、てな感じで今回はですね、ジャンプフェスタ2024ということで、えー、いよいよですね、 いや、プロモーションリールの一週間後に開幕のイベントなんですけども、え2023年の12月の16日、えそしてえ17日に開催ということで、まあ、今回はそんなジャンプフェスタの鬼滅の刃のね、ことについてお話ししていきたいなと思います。さあ幕張メッセで開催入場無料ということで本当に最高のイベントですね。さあそして今回はですね、 えそんなジャンプフェスタの三大トピックについてね、えー、ご紹介していきたいなと思うんですけども、えー、まずはこちらでございます。さあ、人気作品が集結する豪華ステージということで、えー、会場でしか聞けない裏話や、最新情報が盛りだくさんの豪華ステージを今年も開催と、で、人気キャラクターの声優さんも登場するぞ。 っていう感じでね、さ毎年ジャンプフェスタでは豪華なステージイベントっていうのを行っていますけども、まあね、えー、今年もこんな感じで、えー、最新情報だったりとか声優さんの裏トーク的なね、いや、裏話が今回も聞けるわけですよ。で、今回ね、本当に作品タイトル数がですね、めちゃくちゃ多くて、えー、ジャンプスーパーステージもバッと紹介するけどね、こんな感じなんですよ。 いやー、ちょっとやばいでしょ。うーん。やばいっしょ。うん。で、そして今回、鬼滅の刃はどこなのということなんですけどもえ、ジャンプスーパーステージブルーということで、まあ、こちらにてね、えー、ステージプログラムが開催されるみたいでございます。で、日付と時間なんですけども、え今年はですね、12月の16日の土曜日の えー、10時45分から11時15分とですね、えー、30分間にわたって、えー、鬼滅の刃のステージイベントを行っていくみたいでございます。さあ、こんな感じでね、はい、えー、いよいよ内容まで。 明かされてきたわけなんですけども、柱稽古編のテレビアニメ化が決定している鬼滅の刃のトークステージですと、え炭治郎、そして柱の3名を演じるキャスト陣をお迎えしてえお届けしますとえいうことで、まあ、今年ですね、本当に声優さんが豪華で、 で、まあね、トークテーマに関しても、やっぱり柱稽古編ということで、まあ今回はね、柱稽古編についてお話ししていくのかなと、と、まあ、いうことなんですけども、さあ、そんな声優さん、ちょっと見ていきましょうか。はい、かまど炭治郎役の花江夏樹さん、そして、時き無一郎くん役の川西健吾さん、えー、寺ん役の花沢香菜さん、えー、古町忍役の早見さおりさん、ということで、まあ4人ですね。 柱3人の、もう本当に豪華メンツで、えー、お送りしていくみたいでございます。さあ、今年ね、えー、こちらのジャンプフェスタでも最新情報の解禁はあるのかと、えー、いうことなんですけども、まあ、12月のね、えー、10日1週間前に、本当に大きな情報、柱稽古編のですね、えー、放送日、声優、主題歌、新規ビジュアル、そして映像など、まあ、様々、 うん。一週間前にね、解禁されてくると思うので、ま、さすがに、ジャンプフェスタの方で大きな情報の解禁っていうのは、まあ、なさそうなんですよね。しかしですね、昨年の傾向からすると、まあ、小さな情報ですよね、うん。補足情報だったりとか、プラスアルファの追加情報的なものは、解禁されてくるのかなと、いうふうに思いますので、 まあそちらにも注目でございますし、まあ、やっぱり何と言ってもね、声優さんのトークですよね。うん、まあ裏事情的なね、まあもちろんアフレコっていうのが終わっていると思うので、まあそういったね、本当に柱稽古編の、まあ、裏情報的なものがね、 うん、明かされてくるのかなというふうに思っております。まあ、今回、ま、古町忍役のね、早見沙織さんがいらっしゃるっていうのも、まあ、かなり激レアですので、まあ、そちらもね、かなり注目となっております。 さあ、ということで、まあ、そんな感じで鬼滅の刃のね、えー、ステージプログラムが繰り広げられていくわけなんですけども、他に、えー、ジャンプフェスタで解禁されてほしい情報としましては、ヒロアカ7期、チェンソーマン第2期、えー、押しの子第2期、えー、そしてね、うん、地獄楽の第2期の、まあ、続報というかね、うん、最新情報でございますよね。まあ、このあたりも、ジャンプフェスタでね、 明かされてくるのかなと思います。さあ、続いてですね、こちらということで、子供が楽しめるキッズコーナーなんかもね、あるみたいでございます。で、さらには、ジャンプ、アミューズメントということで、大人も楽しめるね、ステージだったりとか、ゲームの私有体験型アトラクションなどが、はい、現地では行われておりまして、いや、なんかこれもね、うん、本当に現地ならではというかね、 うん、幕張メッセに行った方は、マジで楽しんでほしい、そんなね、イベントでございます。さあ、そして他にもお楽しみコーナーが盛りだくさんということで、ジャンプ図書館だったりとか、フードエリアですよね。えー、こちらですね、今年はね、なんとコロナ明けの初めてのジャンプフェスタということで、まあ普段はなかったんですけど、フードエリアのね、コラボメニューなんかがね、 えー、今年はあるんじゃないかなと思っております。いや、これがね、本当に皆さんには楽しんでほしいポイントでございますね。さあ、そして続いてなんですけども、こちらということで、えー、思い出をたくさん残せる限定ブースとなっております。さあ、こちらではですね、まあ、原画ですよね。 うんまあ、作者の原画なんかが、まあ、載せられておりまして、まあ、もちろん後藤家小,小代春先生の絵もねあると、まあ、いうことなんですけども更、まあ、には鬼滅学園の作者のね絵なんかの展示なんかも、まあ、あるんじゃないかなと思っております。まあ、かなりね、えー、注目ポイントが高い はい。原画ワールドとなっております。さあ、そして続いてなんですけども、えジャンプフェスタ公式ショップということで、まあ今回ですね、えジャンプフェスタ限定書き下ろしイラストの、まあ、グッズっていうのが、 まあ発売されるみたいですので、まあ、かなりそちらが注目でございますね。はい。えー、もちろん、鬼滅の刃もですね、限定のグッズっていうのが発売されるみたいでございます。さあ、まだね、えー、書き下ろしイラストが発表されていないんですけども、まあ、柱の絵なんじゃないかなと思っておりますね。はい。さあ、そして他にはですね、 え、ジャンプロード、そしてフォトスポットなど、まあ、様々ね、え、現地で盛り上がれる、まあ、本当にイベントっていうのが、ま、盛りだくさんですので、まあ、やっぱり今年のジャンプフェスタは、 うん、現地に行くっていうのが、まあ、かなりおすすめなコースとなっておりますね。まあ、そして、本当にジャンプっていうのは、鬼滅だけじゃなくて、人気タイトル満載で、まあもちろん皆さんも、鬼滅の刃以外に大好きな作品っていうのはあると思うんですよ。で、ワンピースだったりとか、呪術廻戦なんかもね、ジャンプ作品ですので、もう本当にね、ジャンプっていうのは最高の作品がね、満載ですよね。 はい。てな感じで、今回ですね、この12月の16日の朝10時45分から、まあ、鬼滅のね、はい、ステージイベントが開催ということで、まあ、そうですね、プロモーションリールの1週間後、まあ、なんなら6日後に開催ですので、もう本当に楽しみだよね。 私もですね生放送したいなというふうに思っておりますので、まあ、皆さんで柱稽古編の最新情報、まあ、どういう情報が解禁されるのかわからないんですけどまあね10日からそしてまあ1週間後の、まあ、このね1週間、うん、楽しんでいきましょう。 はい、ということで。いや、12月のもう祭りがすげえというお話でした。今回の動画良かったという方はね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,うっ